なんか、惚れましした、女としてけんさんだったりとか大島さんとか皆さんのヘアメイクだったりとか衣装を見たときにあっこれじゃ弱いんだこれだと負けちゃうんだと思って共演してるシーンだと、はい、あの、私がご飯食べてる食堂に修理が来てあそうえっと広瀬アイリスさんが演じてる ランと一緒に食事をしているときに趣リが来て意見聞かせてみたいなシーンがあるんですけどもうめちゃめちゃかっこよくてでもなぜかこう嫌な圧はないんですよだからなんかあすごいなんかすごい二人が目の前にいるっていう気持ちになってもうなんか惚れました女としてかっこよかったですとっても脚本だけでもすごい面白かったんですけど衣装合わせだったりとか メイクのテストみたいな時にあのメイクされた時にいやちょっと大丈夫かなって正直すっごい不安だったんですけど周りの円ンさんだったりとかあのあの大島さんとか皆さんの、まあ、ヘアメイクだったりとか衣装を見た時にあこれじゃ弱いんだこれだと負けちゃうんだと思って。 自分からも結構、案を出させていただいたりとかはしたんですけど、まあ、ビジュアル的には本当にインパクトがあるので、本当に予告を見た、まあ、関係者の皆さんだったりとか、お友達からもすごい連絡が来て、あの映画、すごい面白そうだねって、すっごい言っていただけたので、反応はやっぱりすごかったですね、分かりやすく皆さん、見ていただいてるっていう感じがしましまたねアイライン、青で、しかもリップがパープルみたいな感じですね。す黒い あんなリップ売ってるんだみたいな <laughs> リップの色をね塗らせていただいたりとかしてるんですけどえそれに比べて奈緒子はわ割と素顔に近いナチュラルメイクですよね、はい、いやそうなんですよだから普通みんながおかしいはずなのになんか私おかしいみたいになってきて現場で,でやっぱ1人だけこう結構普通の OL として現場いるからすごい人たちがなんかスタジオ入ってくるのがなんか。 冷静に考えたら恐怖でそこに慣れちゃいけないって思ってる自分と慣れないとやっていけないって思ってる自分となんかすごいずっとごちゃごちゃしてました感情が私はやっぱりあの普通の直子たちの会話あ本当にこういう会話女子ってしてるなみたいなのを本当にうまいことバカリズムさんが本当に脚本に落とし込んでくれてるのでなんかすごい くすっと笑っちゃうような会話がすっごいたくさんあって面白いなと思いましたね直子たちが食堂でなんかそれ炭水化物だよえそうなのみたいな <laughs> でも野菜だよみたいなあのシーン結構好きなんですよね何気ない日常なんだけど、うん、あ,あるあるその絵みたいなシーンが結構散りばめられてます はい、あのケーキ屋さんには行けるけどジムは同じような方向にあるのに行かないとかね。そそ <laughs> そうそうそう、はい、とか普通にこうヤンキーチームの人たちもあのボロボロになりながら普通に仕事はちゃんとこなすっていう <laughs> あのシーンも結構可愛らしくて <laughs> あちゃんと仕事済んだみたいな <laughs>、ね、仕事には皆さん真面目なんですよ、ね、そうなんんでですすよよねそう結構そういう人間らしさみたいなものも普通に描かれていて <laughs> そこもまた可愛らしくて。<laughs> なんかこう すごいビジュアル的にはすごい怖い人たちなんだけどなんかちょっと憎めないななないいみたいなキャラクターになってます私は、まあ、トレードマークのコーンローをあのヘアスタイルとしてやっているんですけどあのお,のおのこう回想シーン昔の学生時代だったりとか OL になる前の,あの紹介 VTR みたいなところがあるんですけどそこでもコーンローをしてるんですけど。 本当に数十秒のシーンのために1時間半かけてコンローをやり直したんですけどその時のコーンローもまたすっごくかっこいいのでちょっと瞬きなしで一瞬なのでそこも注目して見ていただけたらいいなという,ふうに思っています。 もうあの髪型じっくり見たいなと思うぐらい寄ってほしかったです、もうちょっとすごいですよね、本当に芸術だなと思いました、毎回この、ね、コンロを編んでくださってるあの方がいらっしゃったんですけど、もう毎日こうねやってくれて、すごい助かりました、でもすごいあれ、キープするのがすごい大変だったりとか、ケアがすごい大変だったりとかしたので、なかなかちょっとプライベートではっていう感じなんですけど。<laughs> こういう機会にこうコーンローのあのヘアスタイルできて良かったなと思いました。